皆さんこんにちは。今日は台湾に来ました。イエーイ。ローハン空港に今います。無事着いたので今からホテルに行こうと思います。お腹空いてる？お腹まだ空いてないかも。飛行機の中で食べた？食べちゃった。何だった？ハンバーグとご飯のやつ。私さ、ガーリックシュリンプだと思ったけど、めっちゃガーリック効いてるよ。すっごくさ、ゲップもお腹が臭いと思う。でね、じゃあ行こう。今タクシーに乗り込みまして、ホテルに向かって。大丈夫です。マリオットに泊まることができて、はい、マリオットホテルに向かって今はちょっと場所はよくわかんないけど、なんだっけ、ご飯屋さん行く名前。あ、もう並んでるやつ。失敗したよ。僕らを取ったと思った。真剣な。小皿は50元で自分で取るスタイル。美味しかった。ここはなんか2019年にビブグルを取ってるんですよ。私はあのお豆と内間の小籠包がすごい好きで、日本であんまり食べれないから本当に美味しかったということで、次なるお店行こうと思います。ではでは、はい、ご飯食べ終わってですね、今は私がチャウメを買いたくて、乾燥したみたいな、美味しいの、すごい。これを求めてフォロワーさんがここが美味しいって言ったので、ここに来てみました。ここです。もうすごい美味しい。砂糖が入っていないドライのパイナップルとドライフルーツと、私が大好きなチャウメ。これ試食ねしたけど超美味しかった。全部美味しかったね。チップスもドライフルーツも全部美味しかった。美味しかったね。ということで、ちょっと次なる店行こう。レッツゴー、レッツゴー。ということで、ホテルに戻ってちょっと休憩してました。で、今マッサージのところに歩いて向かってます。で、その後マッサージ受けたら、台湾に来たら絶対欠かせない夜市、三大夜市のなんてとこだっけ、まあ、ちょっとこの辺に入れてもらってここに行きます。なんかいろいろ SNS とかで見て、ね、すごい塩対応、すごいね。あー塩、あー塩、喋って、痛いって言ってた。最初の多分30分ぐらいは、20分ぐらいかな、うん、超いびきかいてて、うん、僕の方は痛気持ちいいをずっとキープしたまま、したら隣ですごい痛い痛い痛い、めっちゃ痛かった。今も痛いの、もう今からもう2回失礼に来てる。でも新しくていいところだったね。大体に1人1時間ね、6600円ぐらい。とても良かったです。駅近だからぜひ寄ってみてください。それでは夜市に行きたいと思います。はい、ウーバータクシーに乗ってニーシャーイエッシュにやってきました。なんでなんでニーシャーイエッシュ夜市ですね。そう、夜市、知ってる情報すべて教えてください。夜市がいっぱいあって、ここは食べ物が結構有名な、ちょっとこじんまりしてるんだけど、人気の三大夜市のうちの一つになっております。私まだちょっとだけ食べたいけど、うん、めちゃめちゃ欲しいんだけど、どうしよう。おはようございます。クラブラウンジで朝ごはん食べてます。どう、トモ君、2日目台湾系。今日からだと思う。食べてしかない。
まだ台湾を渡るには何も知らなさすぎる。パッションフルーツが衝撃的に高いから一回それじゃあこれ量が多すぎ、私次食べるから、これはちょっと量が多い。同じ量食べてない、これと同じ量。これと同じ量は無理、なんだって顔が潰れちゃうもん。意外と平気ね、酸っぱいの平気だよね。ちょっとしかなかったずるいよ食べてみよう。なんで平気なの？すごいダメだこれ。今日は、ランチが私が一番楽しみにしてるところに行くので、その前に両天狗商売の神様のお寺にお参りに行ってから行こうかなと思ってます。楽しみね、じゃあ行ってきます。はい、着きましたよ。両天狗商売の神様のお寺です。もうすっごい6年ぐらい前に来た、すっごい美味しいヤムチャだった。この香港出身の人が経営してる。ハロー、あ、ジャパニーズモムコカワカミ。オープニング途中だったけど呼ばれちゃった。呼ばれちゃった。大根餅がめっちゃ、カスタードマート大根餅がとにかくめっちゃ激うまなの。だから P セットがいいかも。P セットにしよう。いい？これで。うん。ここのお店の紹介っていうか、あ、ここの店の改めて。香港出身の人が経営してるお店なの。香港の本場の香港の味を台湾でもうちょっとリーズナブルにっていうお店だから。で、香港系の食べ物、どっちかっていうとね。でもヤムチャ本当に美味しかった。特に大根餅、カスタードマンもめっちゃ美味しかった、ね。何の時だったっけ？それは6年ぐらい前に台湾に取材に来た時にここ来て、本当に美味しかったんです。どれがいい？一つじゃない、130元ね。でも結構コースであるよね。そう、大丈夫だよ、大丈夫。130元と700円ぐらいですよ。高級、高級になっちゃった。高級になっちゃった。うん、前はリーズナブルだったけど、高級になっちゃった。これ、店内もこんな感じだった？でも僕覚えてないんだけど、多分そうだったと思う。どうしよう、全然違ったら。不安になってきた、めちゃくちゃ。ちょっと、もう一度その記事を見てみる。美味しい。美味しい、やっぱり。食べてみて。どまき？大根。大根餅。大根餅。これが本当に美味しいんだし、ここの大根餅が本当に今まで食べた中で一番美味しかった。美味しい。6年前の味を思い出した。やっぱり美味しい。すごい、綺麗に撮ってくれた。すごい。おー、すいません。あっ、エビ。みんなそんなリアクションでんねん。マジで熱いから気をつけて。中身何なんだろう。黄色いの何だよ。カスタードみたいなんだよ。モンスターズじゃないとかあっち。モンスターズじゃないとかあっち。健康、金運、事業が順調で幸福だよ。うんうん、ここで書くんだ。ねえ、おきっかけすぎて全然考えたの。
おー、ショーン、マイハンジョうまいじゃん。家族も似合わないでこんなに。なんでこっち見よう、みんな飛ばしてる。持つ、はい、持つ、あ、こっち見て、せーい、はーい、すごい、元気、すごい、飛んでんだよ、すごい、見えなくなっちゃった、見えてるよ、そこに、どうして、ここ付いてってるよ。道案内してるみたい。ワンちゃんどこ行くの？ワンちゃん。わかんない。え、本当にこれ大丈夫？ワンちゃんこんな。大丈夫。来ました。ねえ、今お魚がいっぱいいるけどね。本当だ。今日ホテルに戻る時間が決まってるから行って2時間ちょっとあるのか、3時間ぐらいあるのか、お茶飲んだりいろいろしたいなと思います。はい、キューブに着きました。はい、タロイモのかき氷のお家にやってきました。何が入ってるの？芋の餅と餅と餅と氷。一つ。ここ大通りね、来たところに戻るであろう。お、びっくりした。見て。なんだかんだでホテルのご飯になりまして、火鍋が食べたいって言ったらしゃぶしゃぶの鍋のお店になぜか来ることになっちゃいました。火鍋じゃないよ、火鍋じゃない、普通の鍋って言ってたじゃん。でも火鍋って言ったら火鍋って言ったよ。サクッと鍋のつもりがとんでもない豪華な、すっごい見たことない、すごいよ、カニ、立派なカニだよ、誕生日ディナーみたいな感じだよ、本当だ。すごいよ。ウーハンドゥシャンに向かっております。スーパーローテーションだね。5分前の人、今日は台湾の朝ごはんをね、1日くらい満喫しなきゃいけないなということで、朝ごはんといえばお店にちょっと向かっていますので、皆さんも一緒に台湾の朝ごはんを見てみてください。ではでは、もうすでに結構なのでこれ41、41スペース、
一番人気の酸っぱい豆乳スープ、これが薄焼きパンに卵、中に卵焼きが入ってる。これがキャラメルパイ、キャラメルパイで、これがクレープ、これがクレープ、うん、です、うん、美味しい。小籠包屋さんに来てみたんだけど、民営丹波全然人がいないの今、店の中に。超心配、大丈夫かしら、まあ、とりあえず行ってみよう。うん、行ってみよう。あとこれエビとヘチマの小籠包、この2つをやっぱり食べよう。ヘチマの小籠包昨日のところとどっちが美味しいか食べ比べをしてみましょう。チャーハン一つと美味しさ1個と、あと私が好きなヘチマの小籠包とお肉の普通の小籠包を頼みました。美味しい、美味しいのパワースポットって言われてて、1000円ぐらいの神様がいるんだ。もうね、学業から商売繁盛からかなりあるから全部が叶うって言われているお寺です。ということで行こうと思います。行こうと思います。どうしてる、あ、ここでお線香とか買って取り入れてた。お線香そこ、あ、お線香停止って書いてある。うん、いくつか、なんかどれが当たるか分かんないけど、うん、ということで高酸素でした。ちょっと小腹が空いたのでも今日のお昼2回目高酸素はそこで歩いてね、ほんとね2分、ここです。はい、台湾で一番おいしいと言われている2分食べようと思います。上になんかガーリックのやつが乗ってる。うん、うん、うん、今ちょっとね、2個目のご飯を食べ終わって、パイナップルケーキ買いに向かってます。買いに向かって向かっております。その後に台北101、うん、行こうかなと思って、でちょっとブラブラしようかと。そんな感じで午後も頑張ります。頑張ります。ローテーション600円のスイカジュース。うまい。
半分以上飲んじゃった。こんなに大きいの飲めるとか言ってたのに。美味しいわ。飲みっぷりがやばいの。もうこんだけしかないじゃん。ちょっと時間が余ったので、せっかくだからね、一度は行っておいた方がいいかと思う。展望台で登ってきました。下がもう30何秒とか上がってきたよ。40秒ぐらい、40秒いかないぐらい。すごい人いっぱいだな。あ、待って、あれ透明なのから、あれいない。はい、実は上で一回やって、上で一回やって、タワーのこれが欲しかったけど、この電車のやつが出てきて、今僕がやったらこっちが出ちゃって、次にやった人がこっち側で回したらこっちが出て欲しかったやつ。さあどうでしょうか。いくよ。一番いらない、いらない、それ一番いらない。あー惜しい惜しい、ほらほら、あー、見て、すごい可愛いワンちゃん来た。可愛い。容器。子供だね。わあ、嬉しいね。嬉しいね。うん。キスが好き。佐々木さんが巻いたエビ団子、ミシュラン勧めた。あ、じゃあエビ団子。あのお肉系いる？お肉系も。あのマコモギ、お肉、ピーマン、これ買えない。1品目。絶対頼んだ方がいいって思うんだけど、このお肉のやつはミシュランのやつ。どうぞいただいてください。食べてみます。ブチブチなの、おいしい、おいしい。 OK。 うーん、プリプリ。大きさが違います。おいしい、さっぱりしてる。麺が平たくて、こうみたい、ちょっと。マーラー油みたいなの入れたんだけど、これに結構八角が効いてて、八角もし苦手な人はお気をつけて。みりん漬けをスライスして揚げてるんだけど、塩加減が絶妙で、めっちゃ美味しい、パリッパリで。私飲まないのビール飲んじゃう。確かに。もちもちじゃなくて、中も全部カリカリ、ほとんど。へぇ、ほんとだ、パリパリ言ってるね、うん、サクサクってる、うん、親戚だこれと、これ親戚、これの塩分は。台湾最終日、夜市に行きました。ここは台湾で一番大きな夜市になってます。早速トマトがいい、トマトが美味しい、トマト買って。おいしい、うん、おいしい、ここちょっと読み方めっちゃ台湾の味がする。八角がめちゃくちゃ効いてて、うん、でもこれ八角ダメな人無理かも。超辛い、超がめっちゃ効いてる。あ、この生地は硬い、柔らかい、パリパリなんだ。顔。四つあったら。はい、お願いします。頑張れ。頑張れ。
ハロー。やばいって言われてる。おお。あと2つだよ。あと2個。ああ、惜しい。ラスト。ああ。あと1個だったのに結構いい線じゃん。おお、うまい。おお。おお、うまい。あと1個。おはようございます。最終日の朝、朝食タイムです。寝れましたか？昨日は。寝たよ。すごいぐっすり寝た。トム君が寝る前にマッサージしてくれたの。優しい。優しい。俺今日は、というか帰国するタイミングが違って、2時間か3時間ぐらい時間の差があるから。そうだね。じゃあ一人で日本に帰ります。またね。東京に帰ってきました。と言ってもですね、実は台湾に行ったのが何月だと11月末ですね。で今ね5月なんです。でこれ私も本当失敗したなと思ったんだけど、食品をたくさん買ってきてしまってですね、全部賞味期限がもう近づいてきてしまって、一生懸命私が食べてしまいました。ということで皆さんのお土産をいろいろ買ったんですが、お守りとかも買った気がするんだけど行方不明でですね、もう今回すごいしょぼしょぼなんですけど、あ、なんか他にもちょっと私がプレゼントをつけるので、全部で5名様に、まずこちらのルロンさんの健康長寿のお守りとパックのセット、これが2名。このルロンさんのお清めのスプレー、これを3名様にプレゼントします。なので合計5名様にプレゼントをするので、あの下の概要欄から応募してくださいね。よろしくお願いします。それではこの動画が良かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。インスタライブはほぼ毎日やっております。見てね。